はい、失礼します。おお、来た来た。もう髪回しろ。どうしたんですか。ん、回しくんじゃねえよおい。俺が言ったんか。いや、あのね、はい、いや今日たまたまさ、コメント欄で今求人登場ってやってんじゃん。なんかそこのなんか乗ってる会社はなんか信用できるんかどうのこうのとか言って入ってきたんだわ。はい、俺さ、あのよく、まあ、昨日たまたまさ会議でもこういう話が出て、もううちの会社今シーリングの職人が全然足りてないと。で、社員でおるんだよ。社員で何、8人、7人、8人ぐらいは自社職人がおるんだけど、で、それもまあ今追いつかん。繁忙期はそうじゃん、10、11、12。だからって言って、従業員として入れたら、閑散期に足りないじゃん。はい、あー、そうそう。そうそう。で、下請けさんっていうか、まあ、常駐の協力業者さんみたいなのも、2社ぐらいおるんだけど、そこももう手いっぱいだと。で、今その外部の仕事、外部っていうのは要は建設会社とかからももらうわけよ。シーリングをな。はい。わかる、ライブって言ってみればわかるから、視聴者の皆さんついてこれん、お前がわからなかったら視聴者ついてこれんでね、なんか応援ってことですね。そうそう、塗り替え道場って一般のお客さん相手じゃん。はい、まあ、B2C って言うんだけど、はい、一般のお客さんからマンションとかももらうし、戸建てアパートとかもね、戸建てとかももらうし、はい、だけど今その南瀬工サービスっていう別会社で、はい、要は下請け工事もやってるわけよ。建設会社から足場とかももらうし、シーリングとかももらうわけ。あ、そういうことです。見てるのかる、はいはいはい、新築で今度大きいの 何千メーターしたかな、俺もちょっとはっきり分からんけど、はい、っていうシーリングがあるもんで、はい、で本体が結構そっちで取られると。全然シーリングの職人が足りてない。で、俺今ちょうど求人道場立ち上げとるの。前呼んだのは、はい、例えばさ、じゃあみんなもこれ乗した方がいいよっていうのは、あの業者さんな、はい、あのまあ、信用できるできない俺も知らん。それはその自分で判断しろで働く会社で、ね、そんなことも求人なんか全部どこでもそうじゃん、はい、もう金払いどこでも載せれるんだもんで、はい、無料で載せれるから、じゃ信用できるんだ。だってその資本金とか全部見れるように、まあ今変わってくるんだけど、アップデート今かけとんだわ、はい、またお金払ってアップデートかけとんだけど、それでもう会社情報をもっと詳しく見れるとか、はい、そういうのは今やってんだけど、まあ、これ今求人道場、まあ、先にちょっとわかる、こうやって検索かけれるわけ。はい、で今これもね、なんとかちょうど出てきたもんで、まあどうしていいと思うんだけど、はい、これまあ今新着であるな、会社側じゃなくて働く人側で見ていいんだけど、ペロちゃんっていうこれで休止。たまに俺間違えて触っちゃうもんね、はい、だから3社ぐらい俺応募しちゃったことあるんだけどちょっとここの面白いよ。で今度は職人さんに会社からね、スカウトも送れるようにしようかなと思ったの。あ、だからこうやって自分のプロフィールをこうやって登録しとったら、はい、会社から職人さんにうちで働きませんかっていう機能。はい、だからもう今職人って一人親方多いじゃん。だから働く側も求人する側も、まあ、今これ両方できないんだけど、はい、まあ、それできるようにして、一人親方で僕やってます、求人もやってるけど、ヘッドハンティングみたいな感じで来て、はい、でうちで18でやってくれないとか2万5000でやってくれないって、あなたいっぺんね、試しにうちでちょっとやってみないんですかっていうのもできる機能。へえ、一人親方探せる機能なんだけど、はい、今ないんだわ。で俺なんでそれを思いついたとかさ、思うのっていうのは、はい、例えば俺さ、よく求人サイトとか他のサイトでもよくそれやるんだけど、例えば愛知県でまあ検索するじゃん、はい、で愛知県いっぱい出てくるんだよなこれ、はい、俺会社さんこれ知らんよ、全部知らんだけど、俺がさ今シーリングの職人さんって足りないって言ったじゃん、はい、でこういうのに電話するんだ俺は。あ、そうなんですか。シーリングとかおったら、はい、でうち今協力業者ちょっと足りてないもんで、はい、うちちょっと下請けでこれぐらいの値段しか出ないけど、はい、これぐらいの値段でやりますかって言って、俺こういうの見て電話するわけよ、まあ、求人とかの応募見て。でうちの会社もやっぱしょっちゅうかかってくるもんな。あ、それ見てかかってくるんですか。そうそう、求人とかってやっぱ建設会社一番集まってるじゃん、はい、求人建設業とかネットで検索しちゃうさ、はい、あれは有料だけどな、他のサイトとかは、はい、それはだけど、そういうのから、まあ、何々さん、何々さんとかは塗装屋さんですよねって言って、まあ、今は逆にもうネットで出てきちゃうもんね、うちが。有名だろ、YouTube とかで。はい、そっちからもう、何、建設会社さんからも結構依頼来るけど、はい、もう防水とかやってんですかとか、足場とかこうやって頼めるんですか、シーリング頼めるんですかって、はい、やっぱ建設会社さんから直接来るけど、あの個人事業主とか2、3人でやってる人たちは、やっぱこういうのから来るわけよ、仕事が。昨日社員とその打ち合わせでシーリングの職人が足りないって言ったら、はい、じゃあそれあの求人同士を見てやれよ。はい、であこれ動画になるわと思って、はい、で今日のコメントもあるじゃん、はい、でやろうかなと思ったらまさかのシーリング乗ってないけどね。乗ってない愛知県まだ何社だ19社、はい、でこれ求人登録者数はもう今200社超えたってたな、この間。だけど求人出してる方はまだ100社ぐらいしかないかな。会社としては登録されてんだけど、はい、100社ぐらいしかその求人広告はまだ書いてないみたいな状態だから、ちょっとまだあんまり出てないのかなと思うんだけど、はい、でそっちの方はまだ会社の方はまだ今見れないかな。今度見れるようになるけどね。これが まず一つよ。で建設会社さんとか、まあ、みんな塗装屋とかやったらシーリングとか絶対頼まれるんだわ、元請けさんから、はい、B2B あの建設会社さんがあんたとこシーリングもできるのって言ったら、
まあ、こういうの見たりとか、はい、求人とか見たりすると仕事も依頼できるし、はい、で逆にこういうのをきちっとものしとることで、この求人道場みんなそういう使い方もできるわけじゃん。でこのマッチング機能っていうか、あのスカウト機能とかもつけるよって言っとんだけど、もちろん、はい、で今はそういう使い方はないけど、知り合いからも来たもんな、本当にあの求人道場の人は仕事の頼まれたとか、はい、あ、そうまあ、ちっちゃい会社からだけどね、自分と五分五分ぐらいの会社だけど、はい、ちょっと人足りないもんで応援来れますかって言って、あの電話がかかってきたって。でそいつは言ったらしいけどね、いや求人出してんだから人足りてねえんだから無理でしょって言って、まあ確かにってそれはもう一理あるでな、はい、でそれは何個も電話しなかったけど、でも求人出しとるからっていつも忙しいとか言うんじゃん、はい、うちも求人出しとるけど、こういう使い方ができるわけ。まあそんな感じです。でまあね、実際に求人同士やってる人は、あもう一個ちょっと面白い、あこれもう一個やるわ、これも立ち上げて、俺何回か YouTube 紹介しとる、これマッチング道場。いや、してないですね。全国有料塗装会社の集まる会、全国有料塗装会社の集まる会って、これ何やろうかって言っとると思ってるのは、はい、愛知、まず愛知、まだ一回愛知、各100社だもんで、愛知と大阪、はい、で東京、神奈川、埼玉の5エリアで100社までは、はい、まあ無料だよな、もちろん。これ集まった時点で、はい、オープンしようと思ったのが、お客さんとの外気塗装のマッチングで、俺これも本当面白いなと思ったのは、今さマッチングサイトって、あの視聴者の皆さんでお客さん見てんだったら俺分かると思うし、塗装屋さんも分かってると思うんだけど、はい、マッチングって紹介されるだけでもう2万とか3万払うわ。あ、そうなんですか。だって俺がそのマッチング会社としたら、紹介したら5社に紹介したら2万円でもう10万入ってくるわけよ、はい、集客しただけで、はい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 、で契約の 10% くれとか 8% くれとかで、契約したら100万ぐらいの工事じゃん、まあ、80万から100万ぐらいだな、普通の戸建てだと、はい、そうすると 10% だったら10万あるだろ、はい、で5社に紹介したら2万円ずつ入ったら10万だろ、はい、20万入ってくるわけよ、契約者、紹介会社が、はい、でほんで棒になるんで、今問題になっとるんだけど、それあの産業リフォーム新聞とかそういう業界の人たちも言ってるけど、はい、もう職人さんがもう粗悪すぎる。だけど値段の下げないって、本当平気で50万60万でやりますって言ってバカみたいなこと言うやつがおるわけよ、はいはい、だけどまあ足場と仕入れだけで絶対30万かかるのに、はい、で材料がお前15万とかかかるわけじゃん、下塗り材まで全部入れたら、はい、どうやって塗るんだって。でそんな値段でやる人たちがじゃあどうやってやるのって言ったら、もう手抜きしかないよな、うん、で結構それで問題、社会問題になっとるもんで、はい、本当に俺はまあこれ、まあ、有料化にするつもりだけど、はい、あのもうサブスクみたいな感じでいいのかなって、例えば月々5000円とかで、はい、もうできちゃう。でもお客さんとそこも、もうお客さんも学んでくださいと、はいはいはい、で口コミとかもちゃんとつけてあげたら、はい、結局淘汰されてるじゃん、ダメなところ、はい、さっきの求人マッチングも同じだよね、うん、そこの審査してるんですかとかなんか言って書いてきとったけど、はい、うん、そこの信用度はどうなんですかって、そんなことをお前自分たちで調べるよって、はい、でいいね機能もつけるし、で今度はあのそのコメント機能とかもつけると。だけどそんなことは面接したいじゃん、今はその面接して使う側じゃないから、使われる側も、はい、そこもうマッチングそうじゃん、今はもうそうだろ、はい、何でもマッチングじゃん、はい、だからその IT が進化していたのそこの波に乗らんと、はい、昔は大企業が強くて、はい、小さいところは苦労するみたいな絵図だったわけでしょ、はい、だけど今っていうのはこういうネットを上手に使ったら塗り替え道場っていうのもそうじゃん、たった十何年でここまで来たわけじゃん、はい、いいことやって、それでもいい仕事やってるだけじゃ無理だよね、もちろん、はい、でそこをどうやってお客さんに広げていくかっていう、そのこういう IT もすごい俺学んだわけでしょ、はい、その反則関係を、はい、だからこういうこともできるんだけど、今もうこれ実際にサイトもまだこれ1回か2回しか宣伝しないまで20社ぐらいしか集まってないけど、はい、これ集まった頃にはまだ、ね、4月オープン目標で今もうサイトも構築してとんの、はい、これ1000万ぐらいかけて作るんだな、このまた。あ、そうなんですか、うん、でお前3ヶ月ぐらい給料なしにしてくれよ。そうそう、まあでもこの求人マッチングっていうのも、まあ、皆さんぜひ登録してくれたら、まあ、まず今5エリアだけだけど、で、まあ、そこで集まったら、まあ、本格的に指導する、はい、で、まあ、これ見は分かるわ、まあ、全国有料塗装会社が集まる会って言ったら多分出てくるんちゃうか。で、まあ、まずは限定100社な、はい、うん、で、まあ、そこだけ、まあ、集まった時点で本当は、うん、まあ、オープンさせたいと思ったけど、俺ももうせっかちなので、ね、ウェブ会社さんともう打ち合わせ始まっちゃって、はい、なんか結構機能とかも盛りだくさんにしとったら、その代わりでももう俺らがもう絡まない、本当に絡まない、うん、その5万円も10万円も取らないよって。でその代わり口コミ機能とかそういうのをレベル上げてって、はい、うん、でお客さんもきちっと判断してくださいって、はい、いやもう逆にカオスでいいのかなみたいな、場所の提供みたいな。そう、場所の提供、うん、その代わりじゃあお客さんも強くなってくださいよ、だって俺らもそうなわけじゃん、はい、で今まで悪徳訪販っていうのが訪問販売業者とかがすごい流行ったよね、で結構騙されたお客さんとかいっぱいおったけど、はい、今ってもうそういう時代じゃないと思う。お客さんもネットですごい勉強してるし、はい、逆に間違った情報とかも入れてる人もおる、はいはいはい、で俺はどんだけこうやって言っても、はい、いやいや違う違う違うって言って、はい、うん、
なんかもうこうですああですってホームページに書いてあったとかじゃそんなもんって間違ってるからって言って、はい、俺も喋るんだけど、はい、だけどそうやってもうお客さんがバラバラな時代、はい、でその代わりそのコストが下がるでしょって、今までは大企業が全部準備してあげて、はい、テーブルも椅子も机も料理も、はい、なんならメニューも見んでもいいよみたいなレベルでしょ、はい、お店も全部決めてくれると、はい、フルエスコートだからそれだけの料金があったよっていう時代が、はい、まあ、お客さんも賢くなりましょう、どんどん勉強しましょう、だからコストが下がってくるわけでしょ、はい、でそれはもう俺も両立はできないから、はい、うん、だからもうその何十万は取りません、その代わり業者さんも学んでください、どうやってお客さんにアプローチするか、どうやってよく見せるようにするのか、それを勉強してください、はい、でお客さん側も、うん、どうやって見極めて何社にも見積もり取れるようにするもんね、自動だもんね、あで変にね、そうそう、俺が金間にかまして取るってなったら制約がいるじゃん、電話番号がつけないとか、はいはい、勝手に業者のだって普通のマッチングサイトって全部会社名見えないんだわ、あそうなんだ、お客さん側から、へえ、だって変に見えて直接電話されたら困るやん、あバックが来ないから、そうそうそう、だけど俺はもうバックなしでいいよって、はい、で例えば月々5000円だけど1年間で1件もなかったらもうそれバックします、はい、もう0円でいいよとか0円保証とかでもいいわけじゃん、はい、ででもあなたのところに問い合わせが1個でもあったんだったらまあ月5000円ぐらいもらうよみたいなサイトを作っていきたいなって、はい、うん、でだって1000社2000社で集まればさ、はい、個人事業主さん、はい、でじゃ逆にああいう求人道場とも全部俺それ構想があるんだけど、求人道場とかその足場とか全部つながっていくみたいな、はい、だったら足場とかも全部そっちに頼もうよみたいな、あ塗装は俺できるけど、はい、でお客さんとやるけど、じゃあ足場とあれば求人道場でつないでこうとか、でそれってできるじゃん、全国をそれできるじゃん、はい、本当の塗り替え道場全国目標だよな、はい、でフランチャイズっていうよりはフランチャイズなんてやったら金もらわなかったね、だけどこういうもので限りなくこっちもローコストでいく、はい、場の提供はするで、その、ね、フィーだけはちょうだい、だけどうちがもうフランチャイズやって教育やって営業教育やってって、今うちの営業は一人育てるの何百万だもん、教育レベルでやめて子もおるし、ね、はい、だから俺もじゃあねフランチャイズやって営業育ててくださいって言われて、じゃあうちのスタッフ、はい、優秀なスタッフがさ幹部クラスが教育行くっていうのは相当金もらわんとやれないじゃん、はい、そうそう、みんなそんなピンハネピンハネとか言うけど、はい、いやピンハネじゃねえってって言って、俺がピンハネされてるの社員にと思うけど、はい、違う違う、本当思わんでも、まあ、コロナなんかずっと赤字でしょうな、はい、ね、本当にそうだと思う、だってウィンウィンになってかんと、はい、と思うしね、こんなもんだって1分でできることやん、はい、それすらもできんやつが成功できんとかどうのこうのとか塗り替え道場に搾取されてるとか、はい、バカなこと言うなよって、はい、だってやりなさいって俺は思うよ、はい、俺らも何でもやってきた、何にも分からんってよ、本当に何もだってその辺の一人親方中卒だし何も分からんの、はい、現場行ってずっとじゅっとしちゃったけど一人親方やってたの、はい、だけど、まあ、そこからじゃあこういう求人もやってみようって求人掲載したりとか、はい、で何十万も損したこともあるよね、はい、で新聞折り込みやってみようって言って10万円分やって本当に親に反対された、そうやってやってきたから今があるわけでしょ、はい、でそのやっぱ頭の中にそのマニュアルっていうかビジネス、ま、のこういうのがあるもんでこういうマッチングとかも作れるわけじゃん、はい、もちろん俺が作ってないよ、業者さんが作っとるけど、はい、自分たちのアイデアを形にアイデアがあるわけじゃん、はい、それってやっぱ経験だよ、はい、何もやってなかったらできないよな、はい、まあそんな感じです、まあ、今日ちょっとねあの宣伝みたいな感じの動画ですけど、はい、まあ、ビジネス一人がやってることが今すごいためになる話ではないかと思います、はい、チャンネル登録といいねよろしくお願いします。な、はい、おい、はい、おい、シールの食品さん乗ってなかった、乗ってなかったちょっとね俺今インディードで電話しようか、これ多分いけると思うよ、電話しようか、はい、いきなり電話するとインディードで検索してシーリング名古屋市、まあ、社名とか言ったらな失礼だねあれですけど、声上がれる、あ、もしもし、あ、はじめまして、あの株式会社七色って言ってあの塗り替え道場っていう社名で、あの今ねインディードを見てお電話させていただいたんですけど、ちょっとシールの職人さんが足りんくて、まあ、ちょっとインディードであの求人募集されてたんでちょっと電話させてもらったんですよ、今月の月末とかでもう忙しくて動けないですか、あもう全然人足りてないよっていう状態ですか、あそうです社長です、でちょっとシールの職人が全然足りてないっていう風で、あありがとうございます、あ見てますか、ありがとうございます、あ、ありがとうございます、またあのもしよかったら一度お会いすることってできますか、まあ、今回難しくても何社か緑区でやられとるんで緑店に
でもいいんで、でそこ店長、まあ、しっかり社交おるんで、そこでもしお会いできたら、まあ、仕事のお話も、まあ、今度また声もかけれるじゃないですか。ちなみに今これついでにYouTube のカメラを回ってるんですけど、これ使っていいですか。萩原シールさん、名古屋市緑区の、ついでにこれ YouTube になっちゃうんですけど、もしよかったら緑店でお会いできるとかでしたら、また日程送るんですけど、ああ厳しいですか。あ、わかりました。またじゃあ何かありましたら、もうこれ僕の携帯なんで、またもしよければ声かけてください。ありがとうございます。よろしくお願いします。失礼します。ちなみに YouTube 知っとったな。喋ってるよ。で、募集してるじゃん。お前も忙しいって。そんな感じです。おまけ、さよなら。